はいよ。そこそこピチピチとそんな満員でもないね。あれがいないな。これはあれどこ行った？姉さんはいないぞ。ルカちゃんがいないぞ。どこ行った？はい、おかえり。はい、いないの。帰っといてよ。出ません、出ません、出ません、出ません。はい。もういないの。ランちゃんなんか出ませんよ。はいはい、さっちゃかちしゃ、はい。あといないの。ランちゃん。もう入ってきてよ。いいの。キッキー。はい、ボンボン、いいの。ご飯。出ません、あんたたちはもう。閉めるよ。ああ、ご飯しよう。もうこのメンバーでご飯だ。しょうがない。よいしょ。はい、おはようございます。12月、今日は19日なのかな、月曜日ですね。ママさんは早番でちょっと早め早めにしてます。やっぱり、ドア開けるのが10分早いと、顔ぶれが足りないですね。帰ってきて猫の腹時計っていうね、正確ですよね。かなり正確ですね。よいしょ。はい、こっちから食べてってよ。はい、どうぞ。キッキーが昨日の夕方から帰ってきてなくて、ちょっとですね、どうしたかなって思ってはいますけど。はい、お子ちゃんどうぞ。あ、いや、もうダメだ。お母さん、ちょっと起きて。っていうのをママさんが棚に残しておいたから、それをぶちまけられちゃったんですよね。
本当にもう人数が多いのでやっぱり大皿にしないと取られちゃいますね。後ろ足が開かなくなってきたような感じがしますね。うん、後ろ足が踏ん張れるようになってきた。ちょっと筋力がね。はい、おかえりタイムね。エルモッチも来ないね。みちゃんと五郎さんと野良尾くんと京平くんですね。ほいほい、こっちゃん、ちゃん、太郎ちゃん、はい、ナイトとちゃんとちゃん、ちゃん、はい、くーちゃんと、またね。米食べるピンで、はい、あとここにあるよ。よし、しろとね、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。はいはい、てんちゃんも行きな。あといいの、あら、帰ってこないな。あ、きょうちゃんも行って、帰っといでよ。さっちゃんも食べた？いきな。丸を食べてないじゃない？丸今帰っちゃうんじゃない？よいしょ。よいしょ。はい、6時20分ですね。ココちゃんの給仕も終わりました。ママさんが7時、10分にはもう出るので、早め早めで。よし、入っておいで、入っておいで、みんな入っておいで、行く人行ってちょ、はい、入って行ってご飯食べたい。キッキー、キッキーが帰ってこないんだよな、困ったな。マックンいるじゃん、マックン何やってんの、マックン入ってきて、マックン頼むから、マックン、ポコちゃん出る、出る、何日ぶりかの朝焼けになります。ただ、バタバタしててっていうんじゃなくて、本当は朝焼けもなくてですね、今日は時間的にもうこの時間で、ママさんももうあと30分もしたら出かけるので、あ、いや絡まってる
で空気も乾いてますね。今日は良かった良かった。絡まってないじゃん。おはよう。おいで、こっち。よいしょ。うんうん、おはよう。お、すごい。よいしょ、痛い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 。今日は。風もないですね。昨日より気温は変わらないんでしょうけど、風がない分だけ体感温度が、おー綺麗。まあ暑いのでもこれぐらいの感じで出てくれればいいかなと思いますけど。はいはい、帰ろう帰ろう、キキ。おいで。はい、ご飯食べよう。夕ご飯も食べてないよ、キキ。はい、お帰り。はい、入って。はい、早くも入って。マルちゃんも入って。マルちゃん、はい、いいの、マルちゃん。出ませんよ。あら、トモちゃん。もう食べてないの？もう食べてないの？皆さん、うちの猫がね、お世話になってるんですよ今車どけますからね、ごめんなさい。よし、トラちゃん、おそう、トラちゃん、はいはい、帰るよ。はいはい、行って行って、はい、早くいいの。チラさんは後で入れてご飯をあげます。まっすぐヤギをあげないとね。チラさんは車の中で待ってます。オッケー、トラさん、トラさん、よいしょ。ジロー君邪魔、ジロー君邪魔。ちょっとジロー君なんで前歩くわかな。もうちょっと前に歩いてくれたら絵に入るんだけど、あんた足元に歩いてくれたって困っちゃうんだよ。よいしょ、ですです。今日はカラッとしてますね。いい天気だ。あらららら、また絡まっちゃって。なんで絡まっちゃうの、お前。あららら、それはもう、どつぼじゃないか。帰り、まるちゃん。
朝の、スナックタイムです。里親募集をしている子がどの子なのかが、分からないかなっていうことだったんで、ざざっと紹介していきます。で、やんちゃんですね。やんちゃんは、生後4ヶ月半、5ヶ月ぐらい経ってると思います。非常に健康的、ただ目がですねちょっと、濁ってしまっている。目は視力はしっかりしています。ただちょっと風の影響で濁っているかな。でも非常に綺麗な猫です。猫ちゃんになるとなってますね。で、パピちゃんもですね、パピちゃんももう生後半年ぐらいですね。歯医者今日は猫ちゃんの方はね、募集ですね。でこれでピンちゃんです。ピンちゃん白みけさんなんですけど、ピンちゃんなかなか、頭賢いですね。ピンちゃんです。で、あとですね、あれどこ行ったかな、ここに、固まってますけど、あ、ももさんの紹介しなきゃで、ももさんは12月30日にですね、連絡がつきました。保護してくれた方のところのご家族がに、戻ります。最初の予定通りですね、戻ってくるということで、ももちゃんはもう決まってます。あ、そうだ、譲渡対象から行かなきゃいけないんだな。譲渡対象からはですね、これですね、これりんちゃんお花どうした、これりんちゃん大丈夫か、りんちゃんお花、りんちゃんも、里親さん募集中です。それとですね、ヨン様なんですけど、ヨン様はもうちょっと外に出ちゃったので、室内場合はきついかなっていう感じなので、ちょっとチューブラリンですね。ヨン様はチューブラリン、ですね、こんな感じかな。あと、いたずらというかですね、非常に人懐っこくてすぐお膝で抱っこってくる、ピンちゃんの兄弟、ピンちゃんとポンペの兄弟の、ちょっと顔映してんだからこっち向いてよ。そう、プンちゃんですね、プンちゃんも里山さんを募集中です。まあ、あと年明け2月ぐらいまで決まらなければ、もう探検隊に出しちゃおうかな。でも原則探検隊に出したらですね、もうちょっと里山さん、まあ、募集っていうのはかけられないかなっていうふうに思ってます。それで猫焼きハウスはですね、まあ、いろんなことを考えたんですけど、第2種とか取り扱い業のですね、第2種とか、1種を申請するといろいろいい面もあるんですけど、田舎ではクリアできない、ちょっといろんな法的な縛りも出てきちゃってですね、もう2種の申請も今のところもうやめております。なので、譲渡するというのを公開できるのが、9頭までなんですね。だみんな譲渡しますよっていうのを公開は、もちろんみんな譲渡ということではなくて、我が家の子ということなので、この中の9頭までが常に譲渡対象というのが、まあ、二種を申請していない場合のですね、個人使用の範囲の範疇ということで、
そこはあの保健所の駐在ともですねお話をさせていただいてしております。鋭利であるとかないとかっていうのは非常にですね、人間とか行政の仕組みにとってはいいんですけど、猫谷氏にとっては、まあ、良くない部分もあるし、都会であればそれがきちっとできるんでしてどうこうで対応もできるでしょうけど、田舎は行政は対応できても我々はちょっと対応できない、物がないとかですね、人手がないとかっていうことで、いろいろあるもんですから、でクリアできる範囲で、生活をしている、活動というよりも生活をしているという中のになってますね。ご理解いただければと、はい、嬉しいですね。なのでですね、我が家に残す子は可愛いとか気に入ったとかということで残す残さないを決めているわけではほぼないですけど、 100% ではないです。キャリアですね、残りに関してはもう、うちでの子で過ごしてもらうということで管理と医療の方をしております。でなので、最近ではゆうちゃんですね、奥に打つゆうちゃん、あと、キューちゃんとかコティさんだとかですね、です。で、むーちゃんも可愛いんですけど、むーちゃんもちょっと足がちょっとね曲がっちゃったので、でもむーちゃんも可愛くて、足それもまた個性としてっていうことがいればむーちゃんも譲渡の対象にはなりますけど、まあ、無理にということではないんですけど、でお気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、まあこれは自分たちの思いなんですが、ルイちゃんなんですけど、タビちゃんとリョウちゃんとノアちゃんが来た時と今ちょうど今の時期に来て今同じ大きさです。で非常にですね似てるんですよね。ママさんが、口に出して珍しく言ってですね、なんか着替えして戻ってきたかなっていうのがちょっと本当、この数日で気がついたところで、そういうコメントをいただいた方もいらっしゃいますので、なのでルイちゃんはもう残します。ただまあルイちゃんぜひっていう方いればですね、それは、なんですけど、そんな感じかな。チラさんは結局また帰ってきてですね、連れて帰ってきて車に乗ってちんまりご飯食べて、まあ、お昼食べて、ね、おじいちゃんじゃなくて、まあ、もうおじいちゃんというか自分より、5つ上の方のところですね、まあ、倉庫なんですけど、はい、11時を回りました。洗濯も終わって、今日のママさんの晩ご飯はおでんなんで、まあ、昨日から仕込んだのでちょっと今日の夕方は楽です。
何匹いるのかよくわかんないんですけど。ちょっと仮眠してからまた起きた様子を伝えたいと思います。曇り空ですけど風がなくて、まあ、これで日が照ってれば本当暖かいんですけどね。はい、まあおやつ食べますね。いないので、もうこのままやっていいと思います。うん、ミミちゃんね、一緒ね、見てますよ。ねえ、ヨンちゃんやろ、ベイちゃんやろ。もうちゃんが出てきましたね。もうちゃんはこれにスッと書いたらそのままです。私どこも行かないわよ。いい子です、とっても、うん、ちょっといたずらね、好きだ。落ち着いたね、いたずらがね。